佐賀神社は、佐賀県佐賀市にある神社である。旧社格は、別格官兵社。江戸時代後期から、明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社の一つ。佐賀藩十代藩主、鍋島直政と十一代藩主、鍋島直弘を祀る。直政は、藩政改革を行い、大熊重信、江藤新兵らの人材を育成した。直弘は、母親戦争で官軍として戦い、 明治2年には、半石奉還を申し出た。直政の没後の明治6年、直政の遺徳を称え、鍋島家の祖先を祀る松原神社に名伝を造営し、直政を祀った。昭和4年、直政を祀る別格官平社、佐賀神社の創建が決定した。昭和8年に現在地に社伝を造営し、松原神社の直政の礼を潜座した。昭和23年、 松原神社な殿に祀られていた、直弘の霊を、助け神社に合仕した。松原神社は別の神社として運営されていたが、昭和36年に、助け神社と運営を一本化した。敷地内には、助け神社の他に七つの神社があり、発車網で巡り、をすると対岸が叶えると言われる。松原神社は、助けか社境内にある神社である。安永元年、 鍋島家の子祖、鍋島直重を祀る神社として創建され、直重の方法から姫根大名人と称した。現在も、日峰山の通称で呼ばれる。この時代には、各藩で、藩祖、祖先を祀る神社が創建されていた。文化十四年に直重の祖父、清久、直重の正室、彦、鶴姫を合祀した。明治五年、初代藩主、勝重を合祀し、 松原神社に改称した。明治6年、元からあった本殿の北と南に新たに神殿を造営し、那殿に十0代藩主、鍋島直政を、北殿に、鍋島シ以前に佐賀を治めていた龍蔵寺家の高信、聖家高房を祀った。元からあった本殿は、これ以降、終殿と称されるようになった。大正12年、那殿に、2年前に没した11代藩主、 鍋島直弘を行使した。昭和8年に、スケカ神社が造営され、ナデの鍋島直政の霊を先座した。昭和23年、ナデの鍋島直弘の霊もスケカ神社に先座し、ナデは廃止された。昭和38年、松原神社本殿を改築し、中殿、北殿を一つにした。ありがとうございます。